ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、やりすぎ都市伝説って番組知っているかしら？私あの番組大好きなんだけど。もちろん知っているぜ。嘘か本当かわからないギリギリのラインを。攻めている話が一番聞いていて面白いよな。そうよね。信じるか信じないかはあなた次第です。というセリフがなぜかかっこよく聞こえてきてしまうのよ。そういえば霊夢、あの番組にもやりすぎてしまった回があったのを覚えているか。やりすぎてしまった。一体何のことかしら、気になるから教えてほしいわ。じゃあ今回は、やりすぎ都市伝説のやりすぎ高い参戦を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのは、ロイヤル地下道だぜ。ロイヤル地下道、タイトルだけでもすでに面白そうだわ。どんな話だったのかしら？このタイトルで話したのは芸人、ジパング上陸作戦のチャドさんが紹介した都市伝説になるぞ。ほう。とある日、チャドさんは普段から通る道にいつも明かりがついていない、そしてカーテンもない。ダミーのマンションがあることに気づいたそうだ。さらにその瞬間、ふふ、という声が、チャドさんの背後から聞こえたぞ。チャドさんはびっくりしたそうだ。いきなりすごい展開ね。そもそもダミーのマンションが存在することに衝撃ですけど。確かにな、ふふ、の声が聞こえたチャドさんはすぐさま背後を振り返ったそうだ。すると、そこには一人の警察官が佇んでいたぞ。警察官。どうして警察官が、ふふ、なんて声を出したのかしら。ちなみにその現場はどこら辺かわかっているのかしら？どうやらそのマンションは首相官邸の近くにあるそうだ。付近には警備のために多くの警察官が徘徊していたみたいだぞ。なるほど、首相官邸に警察官が見回っているのは理解できるわ。ただそんな警備のしっかりした場所にダミーのマンションがあるなんて、少し奇妙ね。そして警察が、君、気づいたな、と、そう口にしたんだよ。気づいたな。一体チャドさんは何に気づいたのよ。なんだか怖くなってきたわ。そう聞かれたチャドさんは怖くなって、すみません、と言ってから、すぐその場を離れようとしたぜ。しかし警察官は、大丈夫だよ、君にいいことを教えてあげよう。このマンションは皇居につながる地下道がある、と続けて口にしたんだ。皇居につながる地下道。そんなことを警察官がチャドさんに教えてくれたのかしら。ああそうだぜ。でもさ、そもそもこれが公になっていない時点で、これが全国放送されていいものなのかしら？真実かは定かではないけど。そう、そこからチャドさんは続きを話そうとしたんだが、この話は唐突に終了してしまうことになるんだ。本当にいきなりだぜ。唐突に終了って、一体どういうこと？ジパング上陸作戦チャドの生命保護のため、強制的に終了させていただきます。というテロップが流れたんだ。そしてそれと同時にこの話は終わってしまったぜ。何よそれ、狂気になるところで終わってしまったじゃない、一体何が？霊夢、これをどう捉える？完全に公になってはいけないことをチャドさんが口にしようとしたんだわ。これは真実の匂いがプンプンするわね。確かにそうだな、このように強制的に終わってしまったんだが、後に原因が判明することになるぞ。何？その原因は、チャドさんが話していたのは、一般には知られてはいけない秘密の地下道で。そのことを隠すためだった、ということだぜ。それしか考えられないよな。やっぱりそうだったのね。これは深掘りしない方が身のためかもしれないわ。でもどうして、ロイヤル地下道、という名前になったのかしら？それは一般的に知られてはいけないことから、地図にも記載されておらず。国の重要人物の移動、そして避難を目的として作られた、と考えられているからだぜ。国の重要人物ね、私もぜひ一度はそのロイヤル地下道とやらを歩いてみたいわ。ちなみに霊夢、国会議事堂は東京都千代田区に位置しているのは知っているか？それは知っているわよ。それが何か関係しているの？ただ、同じ千代田区にある永田町駅には地下6階まであるのに対して、地図には地下5階だけが記載されていないんだよ。それは何を意味しているのかしら？これに対してネット上では、永田町駅の地下5階はロイヤル地下道で繋がっている。そこには有事の際に政治家たちが避難するためのシェルターが存在する。という都市伝説が噂されているんだよ。はあ、なるほど。あえて6階ではなく5階というのも何か理由がありそうね。さらにだ、皇居のすぐそばに位置する東京駅には、皇室等賓客用の貴賓室という通路があるぞ。この通路は一般人が通ることのできない通路になっているんだ。あんまり聞いたことがないけど、大事な通路ってことね。こういったことを踏まえても、やはりロイヤル地下道が存在する可能性は十分に高いと言えるな。ちょっとマリサ、私が想像していた以上に話を深掘りしていってないかしら。なんだか踏み込んではいけない領域にいるような。話はまだ終わらないぜ。日本には他国から来日した大統領や、お偉い方たちが宿泊する迎賓館というものがあるそうだ。聞いたことがあるか？聞いたことはないけど、そういった施設はあるだろうね。
ただこれまで来日したアメリカ大統領の多くは、この迎賓館には宿泊していないんだよ。え？じゃあ一体どこで宿泊していたのかしら？それは、ホテルダクラ東京、だぜ、聞いたことのあるホテルだと思うぞ。ホテルダクラ東京は、一般人でも宿泊可能な場所よね？それはどうして？実は、このホテルダクラ東京のすぐ裏側には、アメリカ大使館が存在しているんだ。この2カ所はロイヤル地下道で繋がっていて、安全な移動や有事の際の避難通路になっていると言われているぜ。ここまで存在の可能性があると、私たちの知らないもっとすごい何かが、隠されている可能性もあるわよね。ああ、全然あり得るぜ。ネット上では、永田町駅自体地下8階くらいまでありそう。といった考察もあるみたいだし、さらに深掘りできるかもしれないぞ。いやマリサ、もうやめておきましょう。なんだか身の危険を感じてきたわ。だな、次に行くぜ。二つ目に紹介するのは、行ってはいけないトンネル、だぜ。まさか幽霊的なやつかしら。まあ話を聞いていてくれ。今回紹介するのは埼玉県と東京都で発生した連続事件の犯人が、被害者女性たちに手を加えてその場に、という噂があったんだ。そしてその被害者女性たちの霊が出るという都市伝説だぜ。やっぱり幽霊的なやつなのね。まさか番組ではその場所に実際に向かったの？そう、番組ではこのトンネルに暴れる君と渋谷さんに加えて、シークエンス隼人の父である高橋健吉さんたちが同行することになるぞ。するとトンネルに着いた瞬間、霊と対話することができる健吉さんが、本当に入らない方がいい場所だと思いますと言い放ったぜ。うわうわうわ、絶対にやめておいた方がいいわ。そもそもこのトンネルに来てしまったのも間違いよ。健吉さんは続けて、女性の痛みや辛さ、悔しさといった思いが強く詰まっている。ごめんなさい、ごめんなさいという声が聞こえますと取材の中止を提言したぜ。それでも行ってしまったのね。ああ、この助言に耳を傾けず、一同は突撃することになるんだ。しかしトンネルからわずか数メートル進んだあたりで、渋谷さんに異変が起きるぞ。異変って、呪われてしまったとか。渋谷さんがいきなり、待ってください、もう無理かも、と声を上げて泣き出してしまったんだ。これを見て続行は不可能と判断、早々に取材は中止されてしまうことになるぜ。このタイミングで中止って言っても手遅れじゃないかしら。渋谷さん大丈夫だったのかしら。特に問題はなかったそうだ。よかったわ、他にも何か異変を感じていた人はいたんじゃない？ちなみに取材中は無風だったそうだが、一枚だけ葉っぱが揺れ続けていたそうだ。帰り際に一同が一礼すると、それに応えるかのように葉っぱの揺れが収まったらしいぜ。一礼しなかったらどうなっていたのかしら。そもそも中止をせずにそのまま取材を続けていたら、想像もつかないほどの悲劇に見舞われていた可能性もあるな。幽霊を怒らせてしまうギリギリでとどまったということだぜ。ちなみにそのトンネルの名前とかって聞けないかしら。わかっていないならいいんだけど。おっと、霊夢から聞いてくるなんて、まさか行くつもりなのか？違うわ、ただちょっと気になって。トンネルの名は、旧小峰トンネル、だぜ。なんだかどこかで聞いたことがある気が。心霊スポットの中ではかなり有名な場所だぜ。ちなみにそこでの噂されている心霊現象は、気分が悪くなる、女性の霊が出る、快音が鳴り響く、というものだ。一応徒歩での通行は可能みたいだが、間違いなく行かない方がいいと思うぜ。うん、絶対に近寄らない方がいいわ。何かあってからでは遅いもの。最後の三つ目に紹介するのは、二つ目のマイクロチップ、だぜ。ああ、マイクロチップといえばあの関明夫さんかしら？ AI とか知能が深く関わっているのよね。ああ、その通りだぜ。関さんはレギュラーメンバーとして、ミスター都市伝説、とも呼ばれている方だな。まさに、やりすぎ都市伝説の顔、とも言えるぜ。で、二つ目のマイクロチップというのは、関さんはとある回の放送で、スマートフォンが普及したように、将来的には人類全員マイクロチップを、体内に埋め込むことが義務になる、と発言したんだ。ちなみに関さんは実際にマイクロチップを体内に埋め込んでいるぞ。それは一つ目のマイクロチップのことだぜ。関さん自身の体内にすでにマイクロチップが。ああそうだぜ、このシーンもしっかり放送されているぞ。まさに、やりすぎね。で、二つ目っていうのはどういうことかしら？続けるぞ。そしてその数年後の、本番組の出演者から、関さん、マイクロチップもう一つ入れましたよね？と質問されたことがあったんだ。ほう、いきなりだけど、そんな情報どこで聞き入れたのかしら？ただな、この話題に対して関さんは、本当にバカかって、ふざけたことを言う？これは絶対に言っちゃいけないことですよ、舐めやがって、と言い放ったんだ。口調といい表情といいかなり怒っていたみたいだぜ。相当カンカンじゃない、どうしてこれが世間にバレたくなかったのかしら。関さんは続けて、まだ、視聴者の人たちには時代に対応できていない人たちが多いですよ。順番を追ってみせなきゃダメなんですよ、と発言したんだ。なんか意味深なことを言うわね、どういう意味かしら。
これはまさに関さんが新たに入れたマイクロチップが、一つ目に入れたマイクロチップとは異なっていることを暗示していたぜ。というか、そもそもの話していいかしら？マイクロチップを体内に埋め込んだことによって、一体何ができるというのかしら？あまり想像ができないんだけど。現状、車のドアなどの電子ロックを解除することができたり、パソコンなどの電子端末に、ログインできたりするんだ。さらにパスポートや医療データなどの個人情報まで記録するらしいぜ。はぁ、とんでもない技術というか進歩ね。でも確かに個人情報をマイクロチップで、体内に埋め込むとなれば、情報の流出の危険性はかなり減りそうだわ。間違いないぜ。最近だと、体温を動力とするマイクロチップの開発に、成功した会社もあるみたいだぞ。そうなると、どうなるの？マイクロチップ自体が他の機械を必要とせず、半永久的に動作する端末となるんだ。だから、骨伝導による同時翻訳などが可能になるって話だぜ。全く理解できません。とにかくすごいことができるようになるってことだな。そしてこれらのことから関さんが埋め込んだ。マイクロチップはまだ世間では受け入れられない不確実性のものが高く、まさに実験の範囲だったと言えるぜ。だからこそ関さんは世間にまだ知られたくなくて、番組で話題になってしまったことに対して、怒りをあらわにしたってわけか。やりすぎ都市伝説なだけに、本当にやりすぎだろ。ってことね。まあそういうことだぜ。ネット上ではこのシーンに対して、極秘情報を一瞬でバラされる男、とまで言われていたぜ。さらにマツコデラックスさんが関さんとキャストの間に挟まれていたんだが、問題のシーンでは間に挟まれて相当気まずそうな表情をしていたみたいだぞ。確かに、この瞬間だけは絶対に挟まれたくないわね。とにかく、信じるか信じないかはあなた次第です、ってことだぜ。信じたくない自分がいるわ。ということで、やりすぎ都市伝説のやりすぎ高い参戦、終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。